皆さんこんにちは、マダルイです。では今回は、ギレンデボアクシズの脅威 V。英語、ブレックス編、続きをプレイしていきたいと思います。前回は、グレミー軍が放棄、アフリカ大陸を占領されてしまったんですが、これ撃退しています。全部隊宇宙に上げているという状態で、これから先はですね、まずは、サイド3。これを制圧してグレミー軍を滅ぼしていきたいと思います。サイド3に対する攻略作戦を開始する。グレミーの目指すサビ家の血統による支配は絶対に阻止せねばならない。諸君らの健闘に期待する。で、もうコツコツ技術レベルを上げておいたので、なんとですね、グスタフ・カールまで完成してます。もうこれは楽勝モードかなと思います。ペーネロペーには、カミーユ。これもね、すごい力出してくれそうですよね。シーガンダムには、柔道。まだね、加入したばかりでランクは低いんですが、ニュータイプである柔道をね、使っていきたいと思います。あとはですね、ニューガンダム。これにはアムロが乗ってます。ティンファンネルは装備してないんですが、まあ、十分な火力出してくれると思いますので、これを引き連れて攻撃仕掛けていきましょう。では、まずサイド3の攻略戦からです。はい。少しだけ進行ルートを変えました。ア・バーワクー、まあ、旧ゼダンの門ですね。ここに部隊を展開して、サイド3いきなり攻略するのではなくて、敵の戦力を分散させる作戦に変更しました。まあ、この意図というのはですね、残念ながら、グラナダ方面から、サイド3に進行する場合ですね、めちゃくちゃ補給しづらい。まあ、事実上補給が不可能という状況だったので、まあ、それであれば無理はしないでおこうという、まあ、そういう判断ですね。なので、一旦ここで敵を待ち受けます。ここだったら容易に補給ができるので、敵を迎え撃つには、まあ、言ってみればうってつけと言える場所かなと思ってます。ウルクローンに乗っている、が乗っているキュベレーですね。ここは、ペーネロペーで撃破していきましょう。まあ、カミユが乗ってるので全く問題ないですね。さらにパンネルミサイルも使って、完全撃破できそうです。まあ、この調子で一気に、グレミー軍ですね。これを撃破して回りましょう。しょうがないだろ。グレミーのバウも撃破ですね。セーラさんが乗っているガンダムで、ま、1ターンキルですね。敵の編成を見ると、ま、戦艦がちょっと数が多いので、これ叩けば、あっさりここは突破できるかなって感じがします。まあ、ただ、サイコガンダムマーク2が2機ほど配備されているようなので、これにはね、注意をしておきたいと思います。そのサイコガンダム、まあ、誰も乗ってませんけどね。ここは、カビーユの、ペーネロペーで。ファンネルミサイルはどうなんだろう、入るのかな。ミサイル実弾だから入りそうな気もしますけどね。ちょっと見ましょうか。あ、ファンネルミサイルは攻撃入りますね。なので、ペーネロペーとかクシーガンダムのファンネルミサイルだったら、サイコガンダムマーク2も全く問題なく撃破できます。あとはフルアーマーダブルゼータの攻撃ですね。これはどうなんだろう。効かないね。サイコガンダムマーク2には効かなかったですね。では、残りの敵一掃して回ります。はい。ゼダンの門、バーバーワクーの襲撃は、味方の損害ゼロという、驚異的な戦果で攻略完了です。では、予定に戻ってサイド3に、次のターンで進行していきましょう。では、改めてサイド3に侵入します。敵エリアに侵入しました。まずはですね、クシーガンダムいるんですけど、クシーガンダムはおとりですね。本体は上から入ります。で、
この拠点ですね。ここの拠点なら確保できると思うので、ここの拠点を軸に戦っていきます。では、しっかり敵を引きつけたところで、攻撃で一掃していきましょう。数をね、ちょっと減らしていかないといけないので、数を減らせるように戦っていきます。で、ウォーグ20に対して、グレミー軍は60と3倍の敵戦力になってますので、まあ、いくらね、ペーネロペやニューガンダムがいても、さすがに苦戦すると思うので、まあ、効率よく戦うためには、ダブルゼータの攻撃でね、しっかりと敵を削っていくっていうのをね、やっていきたいと思います。やっぱりキュベレプルクローンが乗ってたが、格闘がほとんど入らなかったですからね。来るな。俺を一人にしておいてくれ。ティンファンネルがないとはいえ、さすがのアムロ。人は変わっていくものだろう。なのになぜ同じ過ちを繰り返すんだ。そしてダブルゼータの攻撃ですね。ダブルゼータはですね、2機、この戦場に配置しましたので、十字砲火で一気に削っていきたいと思います。さあ、ダブルゼータのダブル砲撃ですね。これで本当に効率上がりますね。2発の砲撃で一気に敵の数減らせてます。これで全敵戦力撃破完了です。出てこなければやられなかったの。こんなことで人間が死ぬなんて間違っている。報告します。サイド3の制圧に成功しました。グレミートとの勢力は滅亡です。ではこの後はアクシズ軍ハマーン討伐に向かいましょう。ではその様子は次回お届けしていきます。